先は、関西テレビとメディアミックスジャパンの共同制作により2013年1月8日から3月19日まで、富士テレビ系で毎週火曜日22時の22時54分に放送されたテレビドラマである。女性看護師が複数の男性を翻弄し、破滅させていく姿を描く。美しい隣人のスタッフが再結集して制作され、主演の仲間き恵は、 同作で演じた女性を再び演じる。なお本作が美しい隣人の前日段か後日段かについてはドラマの放送開始時点では明言されなかった。初回は15分拡大の22時から23時9分。第2話は前枠番組ラストホープの時間拡大による15分繰り下げの22時10分23時9分。第5話は ラストホープの時間拡大による10分繰り下げ及び10分拡大の22時10分23時14分に放送された。関西テレビのオンデマンド配信、関西テレビオンデマでは放送後、最新話を有料配信した。公式 YouTube では、ウェブ限定のダイジェスト映像を配信した。人は幸せよりも苦しみを覚えている。傷つけたことより傷つけられたことを覚えている。 きっと彼らは覚えていないのだろう。私と会うのが二度目だということを、高南総合病院小児科で、看護師を務める網浜咲は、美人で礼儀正しく優しい性格から、職員や患者に慕われており、彼女に惹かれる男も少なくなかった。しかし実は咲には復讐しようと狙う五人の男が、いた。雑誌記者の新田隼人は、顔も知らぬまま生き別れになっている姉について記事に、 したところ、自分が姉だと名乗る者が数多く現れた。すべて偽物だったが、ただ一人だけ本物の姉にしかわからない事実を知る女がいた。それが、網浜咲だった。突然現れた美しい姉に早とは戸惑い、翻弄されるが、次第に咲を本物の姉と信じて、慕うようになる。しかし、不幸に陥り破滅する男たちの事件が相次ぎ、 それらがすべて先に関連していたことを知ったハヤトは、先に辞めさせようと、上司のナオミたちと共に事件を検証していく。だが先の5人の男に対する復讐が、母の死に関連し、自分も5人目のターゲットであることを、はやとは知ってしまう。ありがとうございます。